リベレーターは2013年にアメリカの非営利団体ディフェンス・ディストリビューテッドにより制作された世界初の完全 3D プリンター製拳銃である。リベレーターはディフェンス・ディストリビューテッドが2013年5月5日に発表した 3D プリンター製拳銃である。発表当時からすでに 3D プリンターによる銃器の構成部品の製造は可能であったが、 この銃は激震を除くすべての部品を通常の 3D プリンター用プラスチックインクによって製造することが可能となっている。9つの部品で構成されており、380ACP 弾を使用することができる。リボルバー式拳銃のシリンダーに似た形状の部品を持っているが、これは破裂を防ぐために肉厚となっている。薬室拳銃神であり、相弾数は一発である。 ライフリングはなく、連射も不可能であるため、標的はごく至近距離に限られる。また、プリンタのフィラメントの強度に依存し、場合によっては暴発の危険もあるため、定義上は、ジップガンに近い。ただし、ジップガンであるから、合法というわけではなく、多くの国で、通常の銃と同様に違法とされている。本銃の登場は、3D プリンターを所有する。 世界中の誰もが激震用の国と 380ACP 弾を用意するだけで拳銃を所持できてしまう点で問題であった。ディフェンスディストリビューテッドによる銃の発表を受け、アメリカ合衆国国務省は2013年5月8日に貿易取引管理局によるコンプライアンスに基づき、オンライン設計図を一般からのアクセス不可とするよう通達。イーターに定職する。 可能性について再調査を行いたいとした。これを受け、一時期はウェブページより図面をダウンロードすることはできなくなっていたが、数ヶ月後に同団体の新ウェブサイトより図面の配布が再開された。また、ダークウェブを経由した第三者による再配布も行われた。ありがとうございます。